朝だよ。4月9日木曜日の朝動画です。昨日ピンクムーンだったのみんな知ってる？各地で綺麗な月が見られたと思うんだけど、ということで今日のテーマは満月について。そもそも昨日見られたピンクムーンって何？っていう話になると思うんだけど、昔は月の満ち欠けを頼りに農業だったりとか漁業だったり狩猟なんかを行ってたんだ。その中でネイティブアメリカンの人たちが季節を把握するために月ごとの満月に呼び名をつけました。で、そのうちの一つが今回見られたピンクムーンっていうことなんだよね。まあどんなものがあるか1年間をねざっと紹介していくと、1月はウルフムーン、狼が食料がなくて遠吠えをする頃。2月がスノームーン、雪がたくさん降る頃。3月がウォームムーン、土から虫が出てくる頃。4月がピンクムーン、まあ今回のやつだね、ピンクムーン。フロックスっていうちょっと早めに咲く花、ピンク色の花が咲く頃。5月フラワームーン、お花がたくさん咲く頃。6月ストロベリームーン、これも聞いたことあるんじゃないかな。いちごが熟す頃。7月がバックムーン、オスの鹿の角が生え変わる頃。8月がスタジェンムーン、チョウザメの漁が始まる頃。9月がハーベストムーン、作物の収穫の頃。10月がハンターズムーン、鹿などの狩猟に適した頃。11月がビーバームーン、ビーバーを捕まえるための罠を仕掛ける頃。そして最後12月がコールドムーン、冬の寒さが強まる頃っていう風にそれぞれ名前がついてるんだ。まあ実際に色がピンク色だからピンクムーンっていうわけではないんだよね。で、今回の月に関してはスーパーピンクムーンって言われたんだけど、じゃあスーパームーンっていうのはそもそも何なのっていう話になるよね。スーパームーンは実は天文学の用語じゃなくて占星術の言葉、まあ占いの言葉ってこと。地球と月の距離が近い時に満月になるといつもよりも大きく明るく見えるから、このことをスーパームーンというふうに呼ぶようになったんだ。今回特に話題になったのは今年で一番大きい月だったから。うわー、今回見逃したわーっていう人、次の満月は5月の7日、この時も満月はいつもより大きいからスーパームーンなんだ。5月のフラワームーンを見てみるのもいいかもしれないね。てな感じで今日の動画はここまで。今日も一日頑張ろう。私も頑張るよ。バイバーイ。